ナールデン。自らを囲む古い城壁の中にまどろむこの綺麗な由緒ある小さな町を不当に扱うことを望んでいるわけではないが、ここに旅行者がやってくるとしたら、他の何よりもまず我がチェコスロバキアの偉人コメンスキーの墓と記念館を訪れるものと私は思う。ナールデンの人たちもまたこの偉大なる亡命者の名残を重要視し、その遺品の発掘や科学的調査によってコメンスキーの骨の平安が損なわれぬよう全時代を通じて必死に守ってきたのである。それは十分な仕事だったが、ついに厳格なナールデンのカルバン信徒たちもかつてのワロン人たちの教会で墓を公開することに妥協した。その教会は一時ナールデンの弊社だったことがある。そこには仕立て屋の店があったらしい。というのは今でもそこの壁には古いモード新聞からの絵と兵士姿の若者の鉛筆画がピンナップされているからだ。その一隅には開かれた墓があり、花輪で囲まれている。そしてそこにリウマチのために背骨が曲がってしまった背の高い老人の遺骨を納めたオーク製の棺がある。あらゆる証拠によればそこにあるのは本当にヤン・アモス・コメンスキーの骨なのだ。発掘の折にマチェカ教授の助手を務めたアムステルダムの考古学者クレイヴィック・デ・スヴァーン教授が私に保証したが、あらゆる科学的検証によってもコメンスキーの遺骨の正当性について疑問はないとのことである。その問題はまあそれでいいだろう。しかしナールデンの町については我々チェコスロバキア国民にとってもっと多くの問題がある。第一の問題はこのかつてのワロン人の教会をいかに改修するかである。実際にはそれはもはやいかにという問題ではなく、いつという問題である。オランダ政府はその教会をチェコスロバキア政府に与えている。より正確に言えば我々に99年間の咀嚼承認を与えることに踏み込んだのである。そしてその建物を修復して霊廟にまで拡張することが決定された。そのすべては喜ばしいことだ。しかし建物の現状は正直に言ってとてもみすぼらしく、約束通りの改修を早く始めなければ我が国政府の名誉に関わるだろう。それは我々にとってもオランダのコメンスキー崇拝者たちにとっても負うべき債務である。我々が関係すべき第二の問題はナールデンのコメニウス博物館である。それは小さな博物館でオランダの木製天井のある部屋が2つ、文書資料用のガラスケース数個、コメンスキー関係書籍、いかにつまらない、いかに代表的でない版ばかりだろうかの書棚がいくつか、石膏の模型が数個と写真が何枚か、コメンスキーについての記事が載っているチェコの新聞が一部、それが全てである。それでもこのつつましいというにも足らぬ小さな博物館に年に3000人もの人たちがやってくる。3000人の訪問者、それはもはや生きている博物館だ。それはもはやコメンスキーとはいかなる人であったかをもっとよく展示することと同じだけの価値があるであろう。それはさらなる負債を意味し、まず我々が支払う義務がある。この点でいかにして博物館の部屋をさらに拡張するかというプロジェクトが準備されている。しかし何によって豊かに生き生きと部屋を満たすかということも考えなければならないだろう。ちょっと思い浮かべてほしいが、実際にコメニウス博物館に装備されるべき全てのものとは何と何だろうか。そこには教育学博物館が属し、幼児学校の発展のこと、コメンスキー時代から今日の我々の時代までの教授法に関する意見の歴史が解説されるべきだ。そこにはチェコ兄弟教会について
今日の我々の時代とあらゆる地帯のモラビア教会兄弟教団に至るまで展示されるべきだ。そこにはフリーメイソンの起源についての証拠書類を書かしてはならない。または初期の反智学パンソフィアから現代の百科全書エンサイクロペディアに至るまでの普遍的教養の発展のこと、または地理学的地図の発展のこと、言語学と天文学もそこに属する。まざまざと資料として直接展示する必要はないだろうが、コメンスキーの理念は歴史を通じて生きていたし、現在も生きていることが示されるだろう。その理念のすべてのために今日の我々もこの風変わりで神秘的でかつ現代的な諸民族の教師、最も実り豊かなヨーロッパ精神の持ち主の一人に感謝と追憶の念を捧げるべきである。そしてそのすべてはナールデンの案件ではなく我々の案件なのである。コメンスキーの人格と仕事の中にはナールデンの小さな博物館を教養ある人たちの大きな巡礼の地の一つとなし得て、なお余りあるものが存在する。ナールデンの湿原の真ん中にあるこのチェコスロバキアの一辺の土地は、経験さと誇りを持ってそれを建設するその千倍もの価値がある。なぜならその地で我々はヨーロッパの文化活動と世界の知的秩序の発展における自身の大いなる貢献について宣言する立派な権利を持つことができるからである。1931年、中ヤン・アモス・コメンスキー、1592年から1670年。コメニウスはラテン名、モラビアに生まれプロテスタントのチェコ兄弟教会の牧師、学者、教育者として諸方面で活躍したが、30年戦争1618年から48年を中心とする宗教的政治的動乱のためにヨーロッパ各地で亡命生活を送り、アムステルダムで隔離した。著作は数多く、特に教育学関係の業績が有名。ルネッサンス的普遍的教養人、諸民族の教師と評価されている。